日本富山県中新川郡立山城足倉寺。足倉寺は富山県中新川郡立山城の地名で立山連峰の玄関口である。元は神仏集合の形態であった当時の小山神社中宮の祈願殿の寺名で中宮の字とも呼ばれていた。足倉寺の門前は昔から優秀な山案内人や山小屋経営者を多数輩出してきた。 江戸時代から立山信仰の拠点として栄え、戦後は山岳ガイドの集落として知られた。住民の名字は、そのほとんどが佐伯木りよりによる立山海山伝説に橋を発する、佐伯・木、志高の2世で占められている。そのため、住民同士が互いを呼び合う際には、下の名前や屋号を用いることが多い。なお、足倉寺地内には、小山人 小山神社を参照のこと立山ガイドは、江戸時代の立山修験のご死に始まると考えられている。立山曼荼羅で多くの人を霊山立山に呼び、足倉寺などにある宿坊に止めた。現在、登山者の間では、立山町のガイドは勇敢で登山者を命がけで守ると評判で民間救助隊員として、遭難救助に活躍した者も少なくない。 幼い頃から縦山信仰と共に行き、山と共にある暮らしの中で、山の知恵を学んでいった。出身者の中には、県の文蔵と称された佐伯文蔵、南極での学術観測に協力した佐伯富夫などもいる。佐伯富夫は、空気の湿り具合や雲の動き具合から、嵐の前兆を察する能力にも優れていた。このような感は、実際の入山で自然に培われていった。 しかし、登山ブームが去ると、立山ガイドの仕事も減り、廃れ始めた。そうした中、富尾の長男、佐江北香は、1991年に、立山ガイド協会の設立に参加。また自然教育機関、立山自然学校で、映画、剣楽天の木では、立山ガイド協会会員が、撮影支援に当たった。 布橋環状会というのは、四人近世だった霊山立山の代わりに架け橋を渡って、極楽往生を願う、立山信仰の伝統儀式だった。現在はイベントとして開かれている。環状会は、立山を登ることが許されなかった女性たちが、代わりに、馬道側に架かる布橋と呼ばれる架け橋を渡って、極楽往生を願う。縁馬道で残下の儀式を行った後、 経典に節をつけた仏教音楽、生命や雅楽が流れる中、宿坊の僧侶に導かれ、あの世とこの世の架け橋とされる、朱色の欄干の布端に白い布を敷き、白装束を着た女人衆が白くて、細い目隠しをしたまま、ゆっくりと渡る。悪人は、竜が口を開けて待っている谷川に転落したという、橋の先にある、馬道に入り、 締め切られた道内の暗闇の中、度胸を行う。女人衆が目隠しを解くと、目の前の壁の覆いが上がり、陽光に照らされた立山が、目前に広がる思考となっている。女性たちは静かに手を合わせ、心を新たにする。橋を渡って一旦、あの世に入り、生まれ変わって、この世に戻るという、儀式再生の意味がある。江戸時代後期は、 立山信仰の浸透とともに盛んに行われたが、明治の廃物希釈で廃止された。布橋は1970年に立山風土器の丘の一施設として復元された。1996年に国民文化祭の一環で復活。2005年以降は、地元住民らによる実行委員会が中心となって開催されている。2014年には、 布橋勘定会を130年ぶりに再現させたとして、布橋勘定会実行委員会が地域文化の発展に貢献した団体などに贈られるサントリー地域文化賞を受賞した。立山町からお知らせ詳細立山町地区別人公表平成25年4月1日、現在、2015年10月31日閲覧。ありがとうございます。